には数多くの太鼓楽団がある。だが知的障害者によるプロの太鼓楽団はこの瑞鳳太鼓だけだ。九州長崎島原半島、瑞鳳太鼓が生まれたきっかけはある職業訓練校の太鼓クラブの生徒が太鼓を仕事にしたいと願い出たこと。学校の運営に参画する法人が社員として雇うことで2001年に誕生した。年間およそ120公演、全国を飛び回る一方で地元の催しには積極的に参加する。彼らは地域社会の一員として受け入れられ支えられているのだ。メンバーの一部は結婚し家庭も持った。仕事を持ち地域に根ざして自立することが手の届く夢となった。だからこそ彼らの合言葉は希望し努力し感謝して生きる。福祉の分野から生まれた新しい地域文化の形、それが瑞鳳太鼓だ。